中山義隆は、日本の政治家。沖縄県石垣市長。元石垣市議会議員。また、県内旧市の保守系市長で構成された、市長連合、チーム沖縄のメンバーである。琉球政府石垣市との城生まれ。沖縄県立八重山高等学校、近畿大学省経学部経営学科卒業。大学卒業後、野村証券に入社。 1996年まで勤務した。2004年、社団法人八重山青年会議所理事長に就任。2006年より、日本青年会議所沖縄地区会長。同年9月、石垣市議会議員選挙に出馬し、初当選した。2009年11月、石垣市議を辞職。2018年9月に行われた沖縄県知事選挙では、 す木き敦あの石垣市における選対本部長を務めた。2010年2月28日執行。自民党、公明党の推薦を受け、無所属で石垣市長選挙に出馬。16,421票を獲得し、社民党、日本共産党、民主党、沖縄社会大衆党が推薦し、5期目の当選を目指した大浜長照を破って当選。 当日有権者数36,281人。最終投票率 77.42%2014 年3月2日、執行。自民党、公明党の推薦を受け、任期満了に伴う石垣市長選挙に再出馬。15,903票を獲得し、帰り咲きを目指した大浜を破って再選。当日有権者数37,253人。 最終投票率 75.19%2018 年3月11日、執行。自民党、公明党、日本維新の会、幸福実現党の推薦を受け、人気満了に伴う石垣市長選挙に再出馬。13,822票を獲得し、民進党、共産党、自由党、社民党の推薦を受け、尾長友志知事が支える全市に 宮永美佐夫と元自民党の保守派新人の元県議、砂川俊勝カ新人二人を破り、参戦した。当日有権者数38,640人、最終投票率 73.55%2010 年4月9日に石垣市議会で初めて行った市政方針演説の内容が、神奈川県小田原市長の加藤健一の、 所信表明などと告示していることが指摘された。構成が同じで、また内容が一時一句変わらない文言も複数確認されている。中山は、施政方針演説の文案は、政策チームが作ったもので、同様の文があることは知らなかったとしながらも、責任は自分にあるとし、市民や加藤に謝罪。しかし、中山は、施政方針演説について、自分で全文を書き上げた。 中山カラー100%と発言していた。2011年6月10日、固定資産税の調査のため、尖閣諸島への上陸を政府に申請。また、尖閣諸島戦時遭難事件の慰霊祭も、上陸の目的の一つに挙げた。外務大臣の前原誠司は、否定的な見解を示し、申請は受け入れられなかった。 2017年12月11日の市議会で尖閣諸島の住所に尖閣の文字を入れる議案の提出を先送りした。2016年9月、台湾の飲食店で上半身裸の女性が中山に乗っかっている写真が印刷された文書約140通が配布された。写真はネットで広く拡散された。9月12日、中山は記者会見を開き、 市長としての視察ではない。文書は事実無根と述べ、那覇地検石垣支部に名誉毀損で告訴状を提出したことを発表した。写真は市長就任前の市議時代のもので、石垣 JC の交流事業で台湾を訪問した際の地元 JC の接待で参加した懇親会の二次会の場、一個人として私費で参加したと説明。 上半身裸の女性に抱きつかれている写真に関しては撮影場所は風俗店ではなくカラオケ付きの一般的な飲食店と事実関係を説明した。2017年9月21日、ゴルフ場建設計画に関わる私有地の貸し付けなどを求め写真を使って中山を脅迫したとして職務教養の疑いで 今村重春市議と伊良美奈隆信市議を含む男4人が逮捕された。2017年10月5日、市長の出張方と出張資料の不備疑惑に地元の男性が開示請求を行った。ところが開示されたのは平成28年度の資料のみで、しかもほとんどが黒塗りであり、主事の疑惑が取り沙汰された。2018年7月18日、 石垣島への部隊配備の必要性を理解した上で、それを了解し、市として協力体制を構築すると、自衛隊配備を事実上受け入れることを突如、表明した。3月の市長選では、自らは、陸自配備問題には、一切触れず、当選後に唐突に受け入れ表明するやり方は、姑息である、汗すのがれだと批判が寄せられた。また、 石垣市公有財産検討委員会が、私有地売却の審議に関する議事録も作成しないことが問題となった。2020年3月2日、陸上自衛隊配備計画に係る、私有地22.4ヘクタールのうち13.6ヘクタールを沖縄防衛局に売り払う議案を3月定例会に提出し、石垣市議会が可決した。 石垣市内での新型コロナウイルス感染者数の高止まりを受けて、中山は2021年1月6日、記者会見で明日1月7日から1月20日までの2週間は、不要不急の外出を控えていただき、マスクの着用、手洗い、うがい、手指の消毒を徹底してくださいと述べた。それとともに、当該での飲食などに注意を促した。1月12日には、 沖縄県立や山病院の病床逼迫を受け、状況としては、医療法改期宣言だと強い危機感を示し、不要不急の外出自粛を1月末まで延長した。その後中山は、1月17日投開票の宮古島市長選に立候補した下地敏彦市長を応援するため、1月15日から17日まで宮古島に滞在。15日と16日の両日、 船体関係者らと、居酒屋やキャバクラなど5県で会食した。1月27日、宮古島市は、新型コロナウイルスの爆発的な感染により、公園や図書館など、公共施設を閉鎖したほか、市民の外出、当該への移動、観光客らの来県の自粛を要請。沖縄県立宮古病院は、コロナ対応に集中するため、一般外来を中止。事実上、 ロックダウンに近い状況となった。宮古島での接待付き飲食が発覚したのは2月1日。中山は報道番組記者から、会食したのはキャバクラではないかと指摘されると、スナックだ。キャバクラではないと否定し、僕の基本的なキャバクラの認識は、女の子がミニスカートで隣に座ってもも触ったり、肩を抱いたりするようなお店。そういう店ではないと釈明した。 新聞の取材に対しては、県の緊急事態宣言前のことだから問題はないと述べつつ、誤解を与えるような行動になったことへの批判は真摯に受け止めると陳謝した。ありがとうございます。